岩沢海水浴場のサーフィン大会は震災と原発事故以降開かれていませんでしたが、海水浴場に賑わいを取り戻そうと13年ぶりに復活しました。大会には東北や関東から200人近いサーファーが参加し、夏の日差しが差す風も少ないいいコンディションの中競技に臨んでいました。でもまあいい波に乗れたんで良かったですね。震災後初めての大会ということで、まあ復興の象徴にもなれるのかなと思いますし、まあこれがまたずっと続くことが、意味がある大会だと思うので。岩沢サーフィンゲームスは午後4時頃まで行